ハンバーガーを食うのに、ナイフとフォークは、やっぱね、主義に反する。これ、こういう作業、マジで大好きだった。飲食店で働いてる時揚げは油跳ね怖くない。油跳ねは、マジで慣れる。油に指が使って、5秒ぐらいだったら、全然余裕。指が、指フライになった状態で、エビフライを揚げていくのよ。油の綺麗さが違う。最後に良かったら何でもいいんだよ。一匹の時点でもう、飲食店じゃ働けない。すごい。 VCJ、モスバーガーついてる。モスバーガーはね、そのね、食いづらいところも含めてね、うまいんだよな。めっちゃうまいんだけど、めっちゃうまくて食うんだけど、一時期モスバーガーにそれでハマる時期、週間、周期が来るのよ。で、めちゃくちゃ食うんだけど、マジで食うのめんどくさくなって、もううまいとか関係なしにモスバーガー以外が食いたいってなる瞬間も実際ある。もう美味しくなくていい。美味しくなくていいから、適当にハンバーガー食いたいっていう周期も来る。それがひたすらループするね。 うわ、やっぱモスバーガーうめえ。いや、もうモスしか食えん。って言いながらモスを食う周期と、ああ、マジでもうモス食いたくない。食うのがちめんどい。もうまずくてもいいから、楽にハンバーガー食いたい。っていう周期。ひたすらこれがループする。俺、モスバーガーだけはね、 綺麗にこぼさず食おうとするとね、最終的に上のパンが足りなくなるんだよな。毎回じゃないんだけど、そういうことがある気持ちわかるそのずれないようにずれないようにさ、後ろから野菜が飛び出ないように飛び出ないように、なんか気をつけて食ってると、気づいたら上のパンが先になくなるんだよね。でもなんか下は残ってんだよな。ハンバーグと下は残った状態なの。あとレタス。でも上がないの。があルガチで食いづらい。ああなった時。 ま、下パターンの人もいるだろうな。人によって上か下かはまあ、ブレあると思うけど。でも絶対どっちかのパンがなくなるんだよな。ひっくり返して食べると問題解決。いやでもね、あのね、紙の中に、ハンバーガーの中に本来入っていたもの、タレとかさ、袋にベタベタつくのってね、気持ち悪いんだよね。気持ち悪いっていうのはなんかその、行儀的なところなのかもしれないけど、元は。なんかね、不快度高いね。気分が悪くなる。 ちなみにスプーンもらえますハンバーガー食うのにスプーンもらって食うかって話でやっぱそこなんだよね。要するに。モスバーガーを食わなくなる瞬間って。それなのよ。そのスプーンとかナイフとフォークとかじゃになってきたらもうハンバーガーじゃないに普通に俺ハンバーガー食いたい。それなら。だから俺あのー、よく俺が勧めてたさ、JS バーガーっていうくっそいうまいハンバーガーあるんだけど、そこもね、 あの俺一番でかいの頼むのクソ高い1800円ぐらいするです、まあ、もう俺10年ぐらい食ってないけど10年は言い過ぎた6年ぐらい食ってないけど働いてた頃に月一の贅沢で食ってたのよ俺いやマジで高いのマジで高いけどガチでうまいのもうなんかバーベキューピットボーイズっていう YouTuber わかるまあこれはねちょっと言い過ぎだけど要は JS バーガーってこういう感じの雰囲気のが出てくんのよまあこんなにでかくない正直これ正直こんな肉厚じゃないけど雰囲気で言ったらこういう感じのハンバーガー こういうのが出てくるのよ。JS バーガーは。で、ナイフとフォークが絶対来るんだけど、ハンバーガーを食うのに、やっぱナイフとフォークは、やっぱね、主義に反するから俺は使わないんだよね。バーベキューピットボーイズはいいぞ。まあ俺も一年ぶりぐらい見たけど。逆に野菜野菜はないだろう。野菜でなんかこういう動画ってあんのかなあ、なんかあの、あ,あれ好き俺。あの、中華のさ、中央のなんか動画。あ、こう、これだ。俺、 これだけピンポイントで見てるもん。これね、マジ見てて気持ちいいんだよね。俺こういう作業マジで大好きだった。飲食店で働いてるとき。こういう単純作業俺マジで大好き。どんどん効率よくしていくんだよね。次の日とかは、まずここの並びを変えてみたりするんだよな。どんどんこう、効率よくなって毎日毎日スピードが速くなっていくのね。マジで気持ちいい。すげえ、これ。 これマジすげえ。こんな切れる包丁を使ったことないから怖え。<laughs> よく切れる包丁の方が安全だよっていうのはもちろん知ってんだけどね。あのね、マジで包丁を使い込んでるやつか、本当に包丁使ったことないやつが言ってると思ってる。で、俺の配信で切れる包丁の方が安全だよって言ってる人たちはマジで普段包丁握らない人だと思ってる俺は。その知識だけ知ってる人だと思ってる。マジで怖い。実際切れる包丁を使ってるとき、マジで怖いぞ。もう今のこの動画の人が言ってたら、 そうなんやろなってなるけどその切れる包丁が安全っていうのもやっぱね切れる包丁を使ってる奴らの理屈なんだよな切れない包丁しか日常的に使ってないやつがいきなり切れる包丁を使ったら危ないんだよマジで怖いぞだからよく俺飲食店で働いてるときはいつも鍋だの揚げだの焼きだのそっち側だったんだけどやっぱねああいう場所のティアが一最も高いのって刺し場なんだよ刺身作る人たち でででそっっちにあるる包丁ってマジで切れるんだよねで。たまになんかその仕事の成り行きでそういう包丁を借りることがあるんだけどマジで切れて怖いめちゃくちゃ怖怖い。揚げは油ねくないいやあのね油はマジで慣れる手にバチバチ油飛んできても全然余裕になるあとエビフライとかを揚げるときは指に衣を一緒につけるんだよそしたら指が使っても熱くない というかなんなら指も一緒につける。あのね、エビフライって揚げるときに、ポンって入れるんじゃなくて、こうあの、流すじゃん。やったことある人だったらわかるけど。エビフライ、エビの尻尾を握って、こう、こう泳がして、まっすぐした状態である程度固、ま、形ができたら、ファーって放流してさ、まっすぐになるのよ。だからエビフライがこう、こう、U 字にならないように、できるだけ愛になるようにするみたいな。 のするんだけど、その時は、もう忙しい時とかは、エビフライとかを衣にバーつけて、あの、なんだ、あの、べちょべちょの、あ、なん卵と、なんだっけ、卵となんとかこう混ぜて作るんだけど、その液体を指にクソつけるのよ。もう指の根元ぐらいまで行くの。もうそしたら、油に指が使って、5秒ぐらいだったら、全然余裕。10秒経ったらかなり熱い。っていうのをずっと繰り返して、あの、指が、指フライになった状態で、 エビフライをあげていくのよ。次々。これガチ。これマジね。指の周りにカチカチの衣ができた状態で、要はあのギブスみたいなのができた状態で、ひたすらエビを次から次にフライしていくのよ。いやいや、ほんとほんとこれガチ。あ、で、その指フライの状態からもう一回入れたら熱いから、指フライになった状態からまた上に衣がかかってくの。だからどん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 指が太くなっていくんだよ。これガチだよ。指がどんどんどん,どん太くなっていくの。層になっていくの。 最初にあげた指フライから、2回目の指フライ、3回目の指フライってどん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 熱くなるの。なるのよ。これマジだよ。これそれで高校の時、鍋屋でバイトしてた。ちなみにマジ。本当にマジ。ねえかな指フライ動画。指フライ動画。あ,あ、これこれはダメだね。これはね、もう指フライとかが許されない店。こういう店じゃない。こういう店は間違いなく指フライしてない。だってもうね、何が違うって、もうね、油の綺麗さが違う。 こんな新品の油使うのなんてね、2週間に1回です。1週間に1回ぐらいかな。こんな状態の油なんかめったにお目にかかれない。もっと黒い。いや、あのね、油使い回しって言いますけどね、油買えるのなんて、さ、毎日じゃないですよ。そんな、そんなあのー、安い店だったらね。マジで買えないよ。さ、毎日掃除してるようなところは、もうガチで揚げ物に命かけてる店か、まあ、高いか、どっちかやろうな。いや、でもそんな店でも油、毎日買えんのかな ひょちゃんかと思ったわ。でかキンだった。そしたらヒカキンだ。へ <laughs> へちょ、ないなそれっぽいのが。業務よ。業務。あの、中華一筋的なエビフライを見たいんだよなそれのエビフライバージョンみたいなのを見たいんだけど、ないわ。こんなね、こんなちっちゃい鍋じゃ無理。こんなちっちゃい鍋じゃ無理だ。泳がせれない。エビが泳がない。これじゃ、指も上げれない。あ、でもほんと、ほんとこ、こういうやつ。こういうやつね。 こういうやつってかもうマジでこれ。いや、これではないな。俺が知ってるのはこんな場所にこんな高性能な変なスイッチみたいなのついてなかった。いや、マジなんだけどな。指フライ動画は。指フライはマジでやるんだよ。くそー、信じてもらえねえ。箸使わないのは効率の問題まあ、うーん。まあ、そりゃねえ。俺ものんびりエビフライあげれるんだったら箸だのなんだろう使うかもな。そんなのんびりいけるならな。 あのね最後に良かったら何でもいいんだよね。一番最後に綺麗にしたら道中の汚れってもう汚れてないみたいなもんだよ。1、1の汚れも100の汚れも最後に落としたら一緒なんだよね。潔癖だから無理。いや、まあ潔癖の時点でもう飲食店じゃ働けない。やめよう。 潔癖なら、やっぱね、そういう汚れが許されない工場とかで働いた方がいいね。あの、もう目しか出てないような、あの、出てる目のところもあの変なゴーグルみたいなのつけるような、し白装束みたいなの着て、なんかもう入るときとか除菌室みたいな場所で、なんかプッシューみたいなやる場所行った方がいいね。あそう半導体工場とかいいじゃん。いや、潔癖な人は、本当に外で何かをしようとしない方がいいと思う。もうめっちゃいい、高級料理店以外はね、本当に行かない方がいいね。行ったとしても。 高級料理店だったらまだ。それが家だな。汚くないところの方がやっぱ少ないね。そもそも他人が作った飯を着て。あ、まあ、でも逆にそこまで行ってたら得かもな。外食しなくて済むしな。毎日自分が作った飯しか食えないんだったら、まあ、それはそれで幸せかも。逆に。あ、でも確かにお金とかどうするんだろうね。レジとかのお金のやり取りとかさ、お金って確かクソ汚いよな。どうすんだろう。あ、電子か。え、でも住んでる場所によってはさ、カードが使えない場所もあるじゃん。 まあさ、さ興味少ないかもしんないけど、それでもやっぱり田舎の方とか行ったらさ、物によっては無理じゃんね。まあ、コンビニとかだったら余裕だけど、コンビニとかスーパーとかだったら行けるけど、なんかあれかな <laughs> なんか、服とか買いに行ってさ、じゃあはい、じゃあカードでとか、電子マネーでって言った時に、あ、すいません、うち現金だけなんですよって言ったら、じゃあ結構ですって言って帰るのかなさすがに確認してから入るか。あ、手袋つけてるとかね。手袋つけて家に帰ったら、洗浄してるかもな、金を。